マラッカ王国は15世紀から16世紀初頭にかけてマレー半島南岸に栄えたマレー系イスラム公使国家。関石資料ではマンラツカと表記される。16世紀初頭にマラッカに滞在し東方諸国旗を表したポルトガル人トメピレスによればマラッカの語源は隠れた逃亡者に由来するとされている。マレ半島という易において 重要な位置に実地していたことが国家の形成に多大な影響を与え、高領貿易の中傾向としてインド、中東からイスラム商船が多数来航し、東南アジアにおけるイスラム不況の拠点ともなった。当初から中国、明王朝の忠実な朝光国であり、同時期に公益国家として繁栄した琉球王国とも通行があった。 初代国王パラメスワラ・マラッカ王家の末裔が治めるジョホール王国で編纂された年代記スジャラムライによるとマラッカ王室はアレクサンドロス大王の血を引きインドのチョーラ王国の王ラジャ・チュランと海の王の娘の愛の子を祖とするラジャ・チュランの三男スリトリブアナはパレンバンの王に迎え入れられ後にシンガプラに移住した彼の彦がマラッカに移住して 王国を建設したと、スジャラムラユは、伝えるが、ピレスの東方諸国記や中国の資料より、実際の王国の建国者は口実するパラメスワラと、判明している。スジャラムラユに書かれるスリトリーブアナから彼のヤシャゴの5代に、渡っての辞席は、パラメスワラ1代に起きた事件を5人の人物に、託したものである。14世紀末から15世紀初頭にかけて、 マジャパヒト王国で起きた内戦に巻き込まれたスマトラ島南部パレンバンのシュリービジャヤ王国の王子パラメスワラが従者を伴ってマレー半島に逃れたのが王国の起源である当初一行はトゥマシクに逃れたがトゥマシクは海賊たちがっこする危険な地でありまた大のアユタヤアサからの攻撃にさらされたためにマレー半島を移動し15世紀初頭にパレンバン シンガプラなどに居住するオランスラットと呼ばれるマラッカ海峡の海上民の協力を得て村落を作り集落をマラッカと名付けてパラメスワラが王となった建国の時期は1402年と推定されることが多いが14世紀末にすでに王国が成立していた可能性を指摘する声もある1405年に名への朝貢を開始 東西貿易の中継港としての道を歩み始める。パラメスワラの子、イスカンダルシャーは、マレー半島におけるマラッカ王国の支配領域を拡大し、マラッカ海峡の交易路を確保するために、北スマトラの東海岸に存在するサムドラパサイ、王国に目をつけるが、当時のマラッカの軍事力は、パサイに比べて劣っていた。ピレスによると、イスカンダルシャーは戦争という手段に訴えず、 婚姻関係を作る道を選択し、72歳という、高齢にもかかわらず、パサイの王女をめとった。パサイの仲介によって敵対していたマジャパヒトとの関係が良化し、またパサイに住むイスラム教徒のマラッカへの移住も始まった。イスカンダルシャーは、周辺地域の海賊、漁師にマラッカへの移住を積極的に進め、彼の治世の3年目には、 人口は2000から6000人に到達した。マラッカの発展には、パラメスワラが連れてきたシュリービジャヤの貴族と海上民以外に、民が実施した死亡役の禁止によって、東南アジア各地に留まらざるを得なくなった中国人のコミュニティも寄与していた。彼らは明への超高貿易を組織し、また、中国の造船技術と、東南アジア島しょ部本来の造船技術が合わさった。 ジャンク船を建造して海洋交易で活躍したのである。1445年にスリパラメスワラデワシャーが民に長江の施設を派遣した際、五国の直所、衣服、長江のための船の貸しを命に要請して認められているが、この要請は散奪によって即位したスリパラメスワラデワシャーの不安定な立場とタイのアユタヤーシャからの外圧が強まっていたことの裏返しとも言える。 1446年に即位したムザフファルシャーの地下、王の即位直後に、アユタヤの攻撃を受ける。マレー半島西岸のクランを統治していた、ブンダハラ家のトゥンペラクの活躍によって、アユタヤ侵攻を撃退。マレー半島のパハン、スマトラ中部に、マラッカ成立以前より存在したと思われる、インドラギリ、カンパールに成立した都市国家を従属させるべく、軍を進めた。 ムザフファルの知性においては、彼の異母兄弟であり、中国人の血を引くと伝えられる福王ラジャプテの活躍が軍事と外交の両方で、目覚ましい活躍を見せ、ラジャプテは、パハン、カンパル、インドラギリの王と婚姻を結び、それらの地を支配したマラッカ文家の祖となった。次のスルタンマンスールの知性に、マラッカ王国は繁栄期を迎える。ムザファルの遺言でラジャプテが、 マンスールの後献人を任せられるが、成人したマンスールは、王と並ぶ権威を持つラジャプテを暗殺して、統治者としての地位を確立する。ラジャプテの殺害を不服として、反乱を起こしたパハン、カンパル、インドラギリを再征服し、六館を従属させた後、これらの国から金を、効能品として受け取り、また婚姻関係を築いて、各国間との中をより緊密にした。 第七代する単アラウッティン・リアト・シャアの知性に、マラッカの勢力圏にあった、孔子国家の再独立が始まる。マンスール・シャアの知性以前に従属させた、孔子国家は、公益において自立性を保ちつつも、マラッカの支配を受け入れていたが、それらの勢力が王国の従属下から脱していたのである。アラウッティンの知性は短く、彼は、メッカ巡礼の準備中に病死した。 16世紀のポルトガル人、コメンタリオスは、アラウッティンの死因について、彼が、パハン、インドラギリの王を強引に、メッカ巡礼に同行させようとしたために独殺された、説を伝える。その後、マームドシャーは幼くして、スルタンに擁立され、支配領域は、マレー半島の一部に限られていたが、おじである、パハン王やブンダハラら有能な後見人に支えられ、 交易港としてのマラッカは最盛期を迎える。1509年にディオゴロペスで世ケらの率いるポルトガル遠征隊がマラッカに初めて到着し、当初マームド・シャーはポルトガルに交易と召喚の建設の許可を与えた。しかし、インドにおけるポルトガルのイスラム教徒迫害を聞き及んでいたイスラム商人がマームド・シャーにポルトガルの排除を働きかけ、王国は 奇襲をかけて60人前後のポルトガル人を殺害し、ポルトガル艦隊は24人の捕虜を残してインドに帰還した。この知らせを聞いた、ポルトガルのインド総督、アホンソで、アルブケルケは1511年7月に16隻の艦隊を率いてマラッカに来航した。アルブケルケは、マラッカに対して、捕虜の釈放、要塞建設の用地の提供、 賠償金の支払いを要求したが、マラッカ側は、捕虜の釈放を除いた条件の受け入れに難色を示したため、上陸したポルトガル軍の攻撃を受けた。マラッカは、中国、タイ、ビルマ、あるいは地中海地域より輸入した火宝と自国で、生産した鉄砲で汚染するが、マラッカ側は、火器の使用法を熟知しておらず、性能もポルトガルのものが勝っていた。また、 国内のジャワ商人と中国商人の中にポルトガルと内通した一派があって統率を書き翌8月にマラッカは陥落した。マームドシャーはマラッカ南部のムアルに逃れて再起を図るが失敗しパハンに移った。さらに海上民が多く住むビンタン島で体制の立て直しを図り1512年以降5回にわたってマラッカを攻撃するが失敗した。 マラッカ海峡域の港湾都市は、対ポルトガル連合を組んで交戦するが、ポルトガルからマラッカを奪還することはできなかった。マームドシャーのコアラウッティンリアヤトシャーは、マラッカ王室の分家であるパハン王家の協力のもと、ジョホールに、ジョホール王国を建設した。1509年に、ポルトガル遠征隊が到着した当時、マラッカは、東南アジアにおける最大の中央市場として、 機能していたが、マラッカの陥落によって、交易拠点としての機能が、東南アジア各地の港湾都市に分散した。ポルトガルがマラッカ海峡の通行を管理しようとし、また、イスラム商人に対して徹底的な弾圧を行ったために、対象の交易ルートが、マレー半島を陸路で横断した後に、スマトラ島の西海岸を南下して、澄んだ海峡に到達するものに変化した。 この交易ルートの変化によって、マレー半島のジョホール、パタニ、パハン、スマトラ島のアチェ、バンテンなどの港湾都市は、急速に利益を上げ、国際社会内での重要性を増していった。また、マラッカから放築されたイスラム商人は、これらのマラッカ占領後に発展した、港湾都市に逃れて反ポルドガル運動を展開した。特に多くのイスラム商人が逃れたアチェ王国において、彼らは、 政治的に分裂していたスマトラ沿岸部の統一において大いに貢献した。マラッカ王国の直轄地はマラッカを中心とするマレー半島西岸で西のリンギと東のムアルに挟まれ内陸はグノンレダンに至る狭小な範囲に過ぎなかった。その延辺に位置する鈴山地のシニョジュンクラン、ブルナン、ミンジャン、ペラク、ブルアスなどの地域はスルタンの進化の領地であり、 海上民が本拠を置いたシンガポール、ルバト、リアウ諸島、リンガ諸島などと共に王国の俗領とみなされた。また、インドラギリ、ロカン、カンパル、シヤク、トゥンカルなど、マラッカ海峡に面したスマトラ島東岸諸国及びマレー半島東岸のパハンはマラッカ王国の俗国であった。スジャラムラユの記述をもとに復元されたマラッカの王宮宮廷に、 参議院などの王の姿勢を補佐する機関はなく、王は家臣との合議で政務を取った。病弱で政務を取るに支障をきたしている、あるいは国政に関心を持たない王は家臣に政務を一任していたが、精力的な王は国事の全権を掌握していた。当初は王族が養殖について国王を補佐したが、スルタンマンスールの知性に王族は養殖から排除された。 王に次ぐ地位にある福王は、パドゥカラジャガと呼ばれたが、その地位についたのはラジャプテ一人であり、実質的に国王に次ぐ立場にあった官職は、ブンダハラであった。官職は、ブンダハラ以外に、プンフル・ブンダハリ、ラクサマナ、トゥムンゴンなどがあり、これらの養殖は王族あるいは建国に協力した、海上民の子孫である貴族で占められた。彼ら貴族は、ムントリと呼ばれ、 マレー半島南海岸の領地の経営、マラッカ周辺の果樹園とマラッカ内にそれぞれ割り当てられた区域から徴収した税を収入としていた。ブンダハラ、プンフルブンダハリは終身かつ世襲の職であり、特定の一族から選ばれた。ブンダハラはスリマハラジャの地勢にはすでに設置されていたと考えられており、彼らはムアルを領地とし、歴代の国王は、 ブンダハラ家の娘と結婚するのが常であった。ブンダハラの中で有名な人物として、アユタヤの攻撃を知りけたトゥンペラク、王朝末期に活躍し国王と、外国商人の双方から交遇されたスリマハラジャが挙げられる。マラッカの戦争においては、戦争奴隷や外国人傭兵以外に、マラッカ外に居住するウルバランという武士や騎士に例えられる身分の者たちも、 前線で戦った。彼らの中からウルバラン・ブサールという長が選出され、15世紀半ばにウルバラン・ブサールを補佐する役職として、ラクサマナが創設され、ハントゥアーが初代のラクサマナに任命された。その後ラクサマナが実質的なウルバランの指導者となり、ウルバラン・ブサールは実権を持たない名誉職となった。ラクサマナは海戦以外においても権限を持ち、 初代ラクサマナのハントアーは陸戦においても武功を立てたことが伝わる。このようにラクサマナが強大な権限を持っていたのはマラッカが海上国家と公益拠点の二つの役割を兼ね備えていたため海軍の重要性が極めて高かったためだと言われている。マラッカの開発にあたっては海上民が動員され彼らに課せられる労役は 部族の力と王国の支配下に入った時期によって異なった。リアウ族を中心とする有力部族は戦士として王に奉仕し、その中の特定の一族は好位の感触についた。部族の地位が下がるに従ってロームは些細なものとなり、最下位の部族には王家が飼う犬の世話が課せられた。スマトラ島東岸の領地、イルカン、ルパン、サンポカン、 トゥンカルなどの港湾都市の支配については、マラッカから派遣された貴族が本来それらの都市を支配していた王に代わって、政務を司っていたと思われる。散歩間を除いた都市の住民は、オランスラットであり、彼らは主に漁業と海賊行為で生計を立てていた。それぞれの都市は、マラッカに対して、功能の義務は課せられなかったが、代わりに戦時に兵力を提供する義務があった。 なお、彼らマラッカの管理には月ごとに、定額の給与が支給されておらず、賄賂と汚職がはびこる一因にもなった。国王の地位は原則として父から子に継承された。マレー半島の先住民に対するマラッカ王の王権は強力なものとは言えなかった。マレー人の間の王と進化の関係は、双方の契約に基づく対等な関係であり、時代が下るにつれて、 王権の絶対性が強調され、対等な関係は次第に先制的な君臣関係に変化していく。マラッカ王国が滅亡した後に編纂された年代記スジャラムラユには子孫が支配者たる王に忠誠を誓う見返りとして、総王の交遇を受けるという進化たちの言葉、マラッカの王がマレー人に行使できる権力にも限界がある王の言葉が記載され、この文には 王権の力の程度が反映されていた。パラメスワラがマラッカをとと定めたとき、海上民はマラッカの開拓に協力したことへの見返りとして名誉の授与を請願し、パラメスワラは請願に応えて彼らを貴族に任命した。パラメスワラは建国を助けた海上民に感謝の念とともに、未開の土地の出身者という若干の軽蔑も持字 海上民の最有力者であるブンダハラ家の人間も例外ではなかった。王の居城と海上民の居住区には一定の距離が設けられ、王朝末期の君臣官の関係について、1506年にマラッカを訪れたイタリア人バルテマの公海期には民衆がことと次第によっては国を立ち抜くぞと王を脅していたと記録されている。マラッカ王国で確立された宮廷儀礼。 以外などのマレー型の王権は後世に受け継がれたと考える向きもある。マラッカの宮廷儀礼の一例として他国からの施設の艦隊が挙げられる。パサイ、アルーなどのマラッカよりも上位にあるとされた国の施設団は宮廷楽団全員による演奏をもって出迎えられ、献上品の類は像の背に乗せて運ばれた。国の等級が下がるに従って出迎えは簡素になり、 末席の王に至っては越見の際に、トゥムンゴンと同列の席次しか与えられなかった。王国では土着の習慣とイスラーム法が合わさった、マラッカ法が編纂された。この法律は奴隷に対しても、一定の権利を保障しており、奴隷の中には主人であるブンダハラよりも良い衣服を着ていた者もいたという。刑法については、当時のマラッカでは、死刑執行の頻度が高かったことがピレスの、 東方諸国記で述べられている。処刑された罪人の財産の処遇については、直系の相続者がいる場合は、王と相続者で財産を切半し、相続者がいなければ全て王のものとされた。マラッカ王国には、農業用地となる、後廃地が少なく、住民は漁業によって、生計を立てていた。建国当初、住民は、佐ゴ屋市から取れる原粉を主食としていたが、 人口の増加につれて、周辺の地域で生産されるサゴだけで必要な食料を賄うことはできなくなり、米などを食料として他国から食料を輸入することとなった。ピレスによると、16世紀初頭には、ジャワ島をはじめ、タイ、ペグーから1万トン超の米が輸入されたという。農業で得られる収益は、歳入の10%以下であり、公益の収入と、関税、 従属国からの効能が財源の多くを占めていた。マラッカ王国はインド、中国間の航海期間を大幅に短縮できる中間の地点に位置し、東はインドネシアの諸島や中国、西からはインドやアラブ世界から商人が訪れる国際都市であった。インド方面ではグジャラートのムスリムとヒンドゥー教徒の商人が重要な貿易相手であり、 南インドのタミル人や、ジャワ島人がこれに続いた。15世紀半ばからの中国は、海禁政策に戻っていたが、近霊破りの中国人密輸商人も多数、来航している。マラッカが、交易都市として発展した要素の一つには、トメピレスラが指摘した、季節風の交差点に位置する立地があり、日本の東南アジア史研究家、石井ヨネオは風光に加えて交易港に必要な、 以下の条件を満たしていることを述べた。予見可能な公益を保障する、諸条件船舶航行の安全を保障するための、パトロール機能、積み荷売りさばきのための市場規模の積み荷とする、魅力的商品集荷の便利、風町期間中の倉庫設備、石井米を、講師としてのマラッカ、東南アジア市学会開放53号、九ページより、引用各国の商人が買い付けた物資は、 各々の国に出回り、ヨーロッパにはベネツィアなどの交易都市を経由して、もたらされた。王国は、商品の売上税や関税から利益を得、またスルタンや交換は、商人により、個人的に受け取った貢ぎ物で富を蓄えた。マラッカの商人は、取引において契約書を作成せず、点を指して、口頭で約束時を述べることで取引を成立させたが、この習慣は、 外国人を驚かせた。外国人との小取引は、シャーバンダルという外国商人出身の管理によって、統制され、バルボサは、シャーバンダルの役割を、各国の領事に例えた。マラッカの最盛期には4人のシャーバンダルが、それぞれの出身地域の商人の世話をし、中には職務を通して莫大な利益を得る者もいた。4人はそれぞれグジャラーと、ペグや、 パサイなどの王国西部の港湾都市、ジャワやフィリピンといった東部の島々、そして中国と琉球が含まれる東アジアの商人を統率した。職務は倉庫の割り当て、商品の価格の算定と搬入の旋、商人同士の争いの調停であり、国際交易を円滑に進めるための重要な役割を担った。外国人が財政に投与されたのは、 シャーバンダル職だけに限らなかった。スルタンマンスールはヒンドゥー教徒の金融カーストに属する金融業者を抜擢して金融の組織化を図り、またパレンバン出身のヒースラム教徒の奴隷を財政の担当官に寄与した。しかし、公益都市としてのマラッカの東南アジアうちの地位は絶対的なものではなく船舶を誘致するために様々な工夫を凝らした。 その最たるものが他国よりも低い関税であり、周辺の港が12%の関税をかけていたのに、対してマラッカは6%と低い税率と若干の貢ぎ物を設定し、ジャワ、スマトラ、中国など東方からの船舶には関税を免除し、貢ぎ物のみを要求した。港、航路のインフラの整備以外に商人と船員が必要とする日用品とくつろぎの場も提供され、 各国の料理店が軒を連ねた。マラッカと他国の間で取引された商品についてはピレスが東方諸国記に記録しており、そこから品目を知ることができる。主要輸入品カキはピレス、石沢幾多による。他に、グジャラート、コロマンデル地方、ベンガル地方などのインド方面からは、綿布と衣類が輸入され、輸出の主力商品となった。また、ンからは、 工芸品や工料以外に庶民が購入する日用品も輸入された。主要輸出品マラッカは他国から輸入した商品を別の国に輸出していた。輸出品目の中で唯一とも言える国土内の産物として貯属国から納入された金、貴族からの効能と採掘によって得た鈴が挙げられる。ペラなどのマレー半島西海岸で産出された鈴がインド、タイ、 昼間方面に輸出された。東方諸国基中の貨幣と金銀の価値についてはピレスを参照。通貨として主に中国船が使用されたが、これは15世紀初頭に来航した帝は艦隊によってもたらされた可能性が高い。中国の航海外にマラッカ王国では独自の硬貨も鋳造され、マレー半島での採掘が容易な鈴が硬貨に用いられた。 二代君主イスカンダルシャーは、民の朝廷に即位を伝えに行った際に鈴による貨幣を鋳造する許可も受けており、実際に鈴の貨幣が王国内で流通していたことが、帝は艦隊の一員であった、バカン、ポルトガルのトメピレスラーによって記録されている。他に、インド各地の貨幣、市政の貨幣、小安貝、金属片が貨幣として使われたが、当時の東南アジアの貿易圏には、 国際的に通用する通貨は存在していなかった。この状況下、16世紀初頭における、東南アジア公師の貿易形態は寄港した土地で、物資を売却して、現地の貨幣を手に入れ、その貨幣で必要な物資を調達する形をとっていたが、この取引方法で、自分の有する財産を保つためには、絶えず、取引を続けなければならなかった。 16世紀のポルトガル商人、フランチェスコ・デル・ボッチエールは、マラッカ王国での小取引は、金で行われ、現地の商人は、金貨、銀貨を持ったことがなかったと報告したが、この報告について、エイリードは、政治的に統一がなされていない東南アジアでは、国内市場と国外市場の間に、相当のギャップが存在するため、国際的な公益都市であるマラッカでの取引では、 価値のギャップが小さい金が必要だと考察した。帝和を祀ったミホ病、帝和艦隊が水の補給に使用したミホイ東方諸国期中のマラッカ王国と交流のあった国の一覧についてはピレスを参照。近接するマジャパヒト王国とアユタヤーサは交易の相手、食料の輸入先として重要な関係にあり、敵対することもしばしばあった。 建国当初のマラッカ王国は、マジャパヒト王国に対抗するためアユタヤに従属しており、毎年一定額の効能を行っていた。パラメスワラは、マラッカ建国以前に、アユタヤ王の女性である、トゥマセクの王を殺害したために、アユタヤの南下を招いたと記し、建国後の1407年にもマラッカは、アユタヤの攻撃を受けた。二代目の王イスカンダルは議定をアユタヤへの就航の、 施設として送り、効能と引き換えに、食料の供給を受ける協約を結ぶが、民が南海への艦隊の派遣を中止した後に、アユタヤからの圧力は、より強くなった。ムザファルシャアの時代、マラッカは、マレー半島の東岸部、セランゴールなどのスズの産地である、西岸部に勢力を伸ばすが、勢力の拡大に至って、アユタヤとの利害の対立が顕著になり、 1446年のアユタヤの侵入に至る。イスカンダルシャーは建国当時に敵対していたマジャパヒトとも良好な関係を築くことに尽力し、パサイを通じてマジャパヒトとの国交を樹立した。イスカンダル以後の対マジャパヒト政策として、スジャラムラユにマンスールシャーがマジャパヒトの王女をめとるため、自らジャワに赴いた記録がある。 1403年から1413年の間に、カらマラッカに6度施設が派遣されたが、そのほとんどは、テイワの率いる艦隊であった。テイワ艦隊の来航に先立つ1403年に、民の宦官の陰景がマラッカに来航しており、マラッカは彼より長江を呼びかけられていた。これに応じてパラメスワラは、施設を送り、1405年9月に、マラッカの使者は、陰景と共に、 民の宮廷を訪問した。マラッカの長公を喜んだ、エーラクミカドは、パラメスワラの王位を認め、以降マラッカは民に何度も、長公施設を送る忠実な長公国となった。1411年には、パラメスワラ自らが妻子と家臣と共に、廷は艦隊に同乗して、民を訪問し、民の宮廷では、祝宴が催され、パラメスワラの帰国に際しては、施設団に金品が送られた。 パラメスワラ、イスカンダルシャー、モハメドシャーラ王国成立直後の指導者は自ら中国に足を運び、その数は5回に上った。民の大艦隊の指揮官であるテーワは、マラッカの気候に適した立地、海岸の近くにある大きな井戸が飲料水の補給に便利である点に着目し、マラッカに干渉という基地を建設した。民の超工国の中で、 国王自身が頻繁に徴工した国は、マラッカの他になく、マラッカの王が安心して、徴工の旅に出られたのは、干渉に追うところが大きかったと思われる。現在のマラッカにも、ミホ城、ミホイ、ミホなどの定和ゆかりの遺跡が存在する。こうしてマラッカは先に成立した周辺の東南アジア諸国と同等の権利を与えられ、徴工貿易における利益を勝ち取るが、 民との関係は交易以外に、アユタヤの攻撃を防ぐのにも大いに役立った。1407年、1421年、1426年から1433年の間、サンドアユタヤの侵入を受けるが、その度に、民がアユタヤに警告を発し、王国の安全が保障された。琉球王国の外交文書を記録した歴代法案によれば、 琉球国王久典は1463年にマラッカに貿易船を派遣し、マラッカ国王への書簡をお託して、同船の交易の便宜を図ってくれるよう依頼し、木の織物、腰刀、扇、政治機などの品を送った。この時の琉球施設は、聖子の後実兼、福祉の名吉明康氏であった。その後も、琉球から万拉か国王宛の書館はたびたび記録されており、 1470年に、マンスールも琉球船に書簡を託し、琉球国王に礼を述べるとともに、面織物などの品を送った。歴代法案に記録された琉球国王からのマラッカ行きの船舶を合計すると20隻に達するが、1511年で終わっている。当時のマラッカ海峡での交易活動は、イスラム勢力の港湾都市を行き来するイスラム商人を中心としており、 マラッカへのイスラム商戦の来航を促すため、国王はイスラムに回収したが、最初に回収した国王が誰かについては不確かである。ピレスの記録によると、イスカンダルシャーが最初にイスラムに回収した王となっており、バカンはイスカンダルシャー即位直後の1414 14年のマラッカでは、すでに国王がイスラム教を信仰していたと記録した。 一方、インドネシアの国定教科書は、イスラム教に改修した最初の国王を初代のパラメスワラとしている。時代が経つと、マラッカの王はイスラム国家で用いられているスルタン号を称するようになるが、初めてスルタンを称したのは、一般的に五代目のムザッファルシャーとされている。マラッカが、 イスラム化したのは15世紀に入ってからであるが、中国側の資料とピレスの記録を勘案すると、イスラムの定着とイスラム学の研究が本格的になったのは、ムザフファルシャーの時代と考えられる。スジャラムラユには、ムザファルシャー時代のイスラム化を正当化するため、ムザファルシャーの一代前に即位した、ラジャトゥンガという架空の王が、夢の中に現れた預言者。 ムハンマドの導きによって回収した神話が挿入されている。15世紀なカバよりマラッカは、パサイのイスラム神学者と交流を持ち、競技の解釈について、両国の学者間で討論が行われ、スジャラムラユはムザファルシャアの次に即位したマンスールは、パサイの神学者マフデムパタカンに、哲学書、ドゥルルマンズムのマレー語訳を依頼したことを伝える。マラッカのイスラム家は、 マレー半島の沿岸部とスマトラ島にイスラム教が広まる契機ともなり、イスラム商人の公益ネットワークの拡大とともに、イスラムの宗教化の活動範囲も広がりを見せた。16世紀初頭には、パハン、インドラギリ、カンパールなどのスマトラ、ジャワの沿岸部、ブルネーなど周辺地域の支配者の多くがイスラムに改宗し、フィリピンにもイスラムが広まった。もっとも、当時のマラッカは、 イスラムの戒律が厳守されていたとは言いがたい状況にあり、末端の小部族にはイスラム信仰が完全に浸透していなかった。ピレスは東方諸国期でポルトガルに制圧された直後のマラッカの住人が飲酒を大いに好んだことに言及し、15世紀末のアラブの公海者イブン・マージドは犬肉食と飲酒が日常的に行われている戒律の緩いマラッカを 非文化的と辛辣に批判した。スジャラムライは、この緩やかな信仰を、マレー人にとって一般的なものと返し、マレー人がアラブの宗教指導者を口でやり込める小話がいくらか挿入されている。ハントアーの銅像王国の海洋交易には、主に積載量に優れるジャンク船が使用された。王国末期の16世紀初頭に使われたジャンク船の積載量について、 フランスの東南アジア史研究者、ピエール・イブ・マングインは、平均値を400から500トンと計算した。ポルトガルとの戦争が始まると、速度、操縦性、火力のいずれにも欠ける巨大なジャンク船は、淘汰されていき、船舶の小型化が進んでいく。攻易や戦争に使われる船舶は、国内の造船所で建造された船舶以外に、 材木と技術者に恵まれたペグーアサのマルタ版で購入されることもあった。マラッカの造船所に所属する大工の技術は高く、アルブケルケはマラッカを占領した後に造船所の大工60人をインドで私役するために連れ去った。16世紀初頭のマラッカ王国では、選手たちによって独自の海洋法が考案され、船舶の所有者たちはこの法律を書き留めた。この法は、 イスラム法よりも優先されるものと位置づけられ、後に、ブギス族が制定した公開法にも影響を与えた。公開法には船員に保障された諸々の権利、出航時の船の条件、停泊時の目的と責任などが定められているほか、航行を助ける水先案内人の性質を定義もしている。水先案内人は、 先人の知恵と自分たちの見聞をもとに作成した独自の海図を用い、アルブケルケは1511年に入手した、ジャワ人の水先案内人の海図を今まで見た中で最高の地図と称賛した。この海図には東にモルカ諸島、中国人と琉球人の航路が、西にペルシャ湾、航海、ポルトガル、希望本、ブラジルが描かれていたが、海図が積載されていた。 フロールデラ・マーラル号の難波と共に失われた。マラッカを中心とする交易は、王国の商業共通語であるマレー語の使用地域を広げ、語彙の発達に影響を与えた。本来は、マラッカ海峡の一地域で話されていたマレー語が、マラッカ商人が訪れた土地に広まり、アラビア語、ペルシャ語、タミル語、ジャワ語など、交易の相手国で話されていた言語の単語が、 マレー語の語彙に加わった。ポルトガルがマラッカに来航した16世紀初頭になるとスマトラ島岸部の住民の多くはマレー語を話すことができ、フェルディナンド・マゼランが到達した1521年当時のフィリピンでも現地の住民はマゼランが連れていたスマトラ出身の奴隷が話すマレー語を解することができたという。イスカンダルシャーの時代に港の隣のブキットマラッカに マレー様式の王宮が建てられた。王宮は、明、アユタヤーサ、琉球王国など同時代のアジアの国家の宮殿と比べると小規模なものであったが、それでもマラッカの王には十分な大きさであった。また、最盛期のマラッカには、新王の即位の都度、宮殿を新築する習慣があった。王国では王宮の他に、石造りのモスクと王母が建造されたが、いずれも、 ポルトガルの占領後に王宮と共に解体され、武器とマラッカに建てられた城塞の資材とされた。スジャラムラユ・マラッカ法には当時のマラッカの住民が教じていた娯楽についての記録が残る。15世紀のマラッカではすでに中国から伝わったカードゲームが賭博として楽しまれており、マラッカ法はカードゲームを好ましくない賭博の一つとしていた。 インドから伝わったチェスも、賭博の対象となっており、スジャラムラユによると、スルタンマンスールの知性に、チェスが盛んであった、パサイ王国の名人がマラッカを訪れ、マラッカの騎士をすべて任したという。賭博の要素が絡まない娯楽として、セパラガという気まりに似た球技が遊ばれ、スジャラムラユにはスルタンアラウッティンリアヤトシャーの時代、マラッカの貴族とモルッカの王が、 セパラガを楽しむ様子が書かれている。マラッカ王国期に発達した村湯文学の形の一つとして英雄譚が挙げられる。ハントゥアー、ハンレキール、ハンジュバットラ軍人の活躍を描いた説話が王国内で生み出された。ジョホール王家が編纂したマレーの年代記スジャラ村湯ラ1512年から1515 15年にかけて書かれた。 東方諸国記の著者であるトメピレスラ16世紀のポルトガル人が残した記録がマラッカ王国を研究する主要な資料として用いられている。バカンの英派てカチラン、ヒシンの星佐小ラン、カタシチンの西洋万国史といった帝は艦隊の同乗者による公開記録、琉球王国の外交記録である歴代法案、その他民史、 名実録などの東アジア世界の資料にも、マラッカ王国についての記述が散見される。アラブ世界の資料としては、15世紀のアラブの公開者、イブン・マージド、その弟子のスライマーン・アルマフリーが表した、公開書が挙げられる。パラメスワラムガト・イスカンダル・シャー・モハメド・シャースリ、パラメスワラではシャー・ム・ザファル・シャースルタン、マンスウィル・スルタン・アラウッティン・リアヤト・シャースルタン・マームド、 パラメスアラムハマドイスカンダルシャームザファトシャースルタン、マンスウィルスルタンアラウッディンリアヤトシャースルタンマームド。ありがとうございます。